今はもう下書き終わって、ここの床も塗り終わっちゃった状態です。今はこの模様見えるかな、書きました全部。マスキングテープでここの柱と、あとマスキングインクでここ木の部分とか絵の具つけたくないところ、葉っぱとかはマスキングインクで保護してます。せっかくなので続きから撮っていこうと思います。背景から塗っていこうかなと思います。背景はガラスなので、ガラスに映り込んだ背景をどうやって描こうかまだ悩んでる状態です。今ガラスの向こうの床を塗り終わった状態で、ここにもうちょっと影を入れていきたいなと思います。鳥のところちょっとサボっちゃってマスキングインクしてないんですよね。だからちょっと塗りづらい、やればよかったかも。やっぱりここの影がここまで見えてますね。でうっすらこの辺も影かな。なんかね、館内だから影がいろんな方向から入ってるんですよね。もうちょっと色を薄くして薄い影も入れていこうと思います。この辺からこう入ってます、影。この柱はマスキングインクしてあるので安心、大丈夫。でさらにもっと薄い影、あってもなくてもいいんじゃないっていうような感じだけど、きっと後で効いてくると思います、全体で見た時に。でここにね、木の反射が映ってるんだけど、それをどうやって表現しようか悩んでる。こことここは色が違うし、床気持ち悪い、ちょっと気持ち悪い。よく見たらコントラストが強すぎて、もうちょっと馴染ませた方が良かったか。あとでもう一回上から色塗ろうかな。じゃあ次ここの背景、とりあえず一旦薄い色から塗っていこうかな。調整しながらまず濡らしていこうかな、綺麗に塗れるように。さっきのこの床が乾いたので上から塗っていこうかな。薄い茶色を上から塗ってちょっとだけぼかそうかなと思います。これくらい、そしたら影もぼけてちょうどいい感じかも。塗った上から色を重ねるときはなるべく全体に塗るようにしてます。じゃないと結構筆の跡がついちゃったりとかしてムラになりやすい気がする。こっちはね、ちょっと明るいんですよね、手前より。だからそんなに暗くしなくていいかも。こっちはちょっとコントラスト弱まったかな。乾けばもっと自然になるかな。そしたらさっき悩んでたこの鏡の映り込みの影、こう水だけつけた筆でなぞってティッシュオフしようかなと思います。なぞってティッシュオフすればちょっとずつ薄くなってきます。うっすら色が取れたの分かりますか。感じでちょうど鏡に映ってぼけてる感じがいいかな。やばい、もうちょっとでお迎えに行かないといけない。ここにもありますね、木の映り込み。影を入れていこう。この辺かな。こう
うちょっと暗くしたいんで一回水をのせて、このライトの周りもぼかしときます。ライトでほんのり明るくなってる感じ。今このガラスの背景は塗り終わりました。次この柱を塗っていこうと思います。この柱マスキングテープ今してあるんですけど、それを剥がしていく前に塗りたくないところだけくり抜こうと思います。破れた。本当にこれいつもやっちゃう。破れた時いつもこうやってなんか水で貼っつけてるんだけど、合ってるのかないのか、合ってるかはわからない。みんなどうしてます、こういう時。柱塗っていきます。ちょっと光の具合で微妙に柱にもグラデーションがあるので、ちょっと濡らしてグラデーションで塗っていこうかな。やっぱ破れたとここうなっちゃいますね。ございます。眠いです。昨日結局3時までやって6時に次男に起こされました。今日は仕事が休みなので続きやっちゃいたいと思います。この葉っぱのところのマスキングテープ剥がしていきたいと思います。ここのベース塗っていきます。葉っぱ塗り終わったので赤く描いていきます。水につけた綺麗な筆で色を抜いていこうと思います。